れれれれ、もうちょっとゆっくり、ゆっくり動かしてや。一歩少しなんやから。十分ゆっくりですよ。ほら、頑張って座ってください。ちょっと距離あるって。もうちょっと下、下や。ドレスの裾が地面につくからやです。何？私は武器やズンダモンと比べるとちときれい好きな性格でな。あーどっこいしょ、悪魔、人でなし。死神ですよ。受付してきますから待っててくださいね。ありがとな。しかし、平日の午後なのにいっぱい人いますね。私たちも言えたこっちゃありませんが。お化けにゃ学校も仕事もないんやで。全然進まんな。日暮れてまうで。つう、あの山での一点以降、情報処理機能にバグが生じたのでしょうか。プロセス処理中に余計な検討事項、ノイズが入ってしまいます。疲れ、など感じることはなかったのですが。あだ、あだだだ。くっ、魔女の呪いがうずく。これだけ人待たせといて、何サボってるんだ。くど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 。うん、武器はこれだし、看護師さんも変なのに絡まれてますね。目が合っちゃいました。見捨てるのも忍びないですし、病院には悪いですが、みんな直しちゃいましょう。歌えよう、はははは。君は無尽蔵。おう、おう、急に膝の痛みが消えた。いや、全身に力が溢れている。まるで20代に戻った気分じゃ。なんでわてに来たんの？人間じゃないからじゃないでしょうか。私もですが。あ、で、いや、不思議ですね。急にみんな元気になって帰っちゃうなんて、スーパードクターでもいるんでしょうかね。全部聞こえてましたよ。おっと、我々の正体を言っちゃったかな。死神が病気を治したなんて誰も信じないでしょうし、誰かに喋っても構わないですよ。この前のロボやん、久しぶりやな。あ、ニグヤン苦手なん？大丈夫やって。今日はおらんわ。ロボやさんちやらへんやろ。いくらロボットだからって見せていいものと悪いものがあるでしょう。旧支配者ですよ。言われてみればそうやな。ごめんやで。怖かったですよね。もう大丈夫ですよ。ナースロボ、タイプ T です。タイプ T さんですか。キュッチの娘よ。私を呼びたまえ。何か怖いことあったらスマホに連絡してやって。あ、勝手にアドレスが。いい会もいるんですね。あ、コキ様、4番診察室にお越しください。手が悪いやつみたいやんか。今日はありがとな。埋め合わせはきちんとするで。大切な友人ですから気にしなくて大丈夫です。さて、おや、一旦家戻るんか。ちょっとびっくりさせてあげましょう。まだ時間ありますし、それまで家事を手伝ってあげますよ。わての占いもまだまだ現役やな。おっと、電話です。早速来ましたね。こんばんは。早速電話してきてくれたんですね。どうしました？周囲が騒がしいようですが。中断食中毒です。助けてください。突風のワゴン車で今この世に着きました。ひまりさん、どうやって入ってきたんですか？それよりも大変なんです。イベントの飲み物が汚染されていたようで。なるほど。エントロピーテクタイト。エントロピーテクタイトは、異常な容体を保存、移動させる能力。ということにしておきましょう。直してるんですか？壊してるんですか？これでもう大丈夫ですよ。うわ、本当に治ったんだ。どうしました？さすがに病人の数も重さも段違いでしたからね。私に、移しました。しかし、無謀でした。ちょっと耐えられそうにありませんね。ひまりさん、ひまりさん、すぐに先生のところにお連れしますから。あれ、なんだか随分軽いような。ラリホン、何もない。ところに病気を移動させるために空洞にしといたんだよ。本当に進化したんですからね。もう知りません。カップ、意図的に落とすなんて、致命的なエラーが発生しています。すぐに修理しないと。お帰りなさい、君の物語へ。私の物語？今の状態は法上の力の影響でしょう。本来ありえないことですが、機械のあなたに感情を芽吹かせたわけです。せっかくいろいろ感じ取れるようになったわけですし、楽しんでみては。でも、エラーが発生しているわけですし、発覚したらどうなるか。いつでも、エントロピーテクタイト、で何とかしてあげますよ。そう、ですね。ありがとうございます。なんだか楽になりました。誰一人落とすな、ですから。
患者様だけでなく私まで救ってくれるなんて。あれ、 CD が落ちてます。8曲目に星のマークが。ひまりさんの趣味ならぜひ知りたいです。うん、よく寝ました。いいことした後は気分がいいですね。あ、大工 T さんですか。何かあったんでしょうか。もう1000年もあなたを待ちました。お、いいですね。ひまりさん、そういう風に私を見てくれていたなんて。へっ、プラチナの声、チタンの微笑み。間違えた。そういえばひまりさんってどこに住んでるんですか。ぜひお邪魔したいです。指の詰め方の方がバグってませんか。あ、普段はバンコクにいるんですよ。音声解析、発言の信憑性 12%。 もう、冗談が好きなんですから。冗談ですよね。 GPS 発掘中、位置情報検索中。教えてほしいな、ひまりさんの口から。いつかはたどり着きますけど。ははは、ズンダモンの気持ちがわかりましたよ。私、ひまりさんに気に入られるためにいろいろ勉強してるんですよ。チップタックチップタック、こういう時はロボでよかったと思います。ここは普通入ってくれませんから、今度お連れしますよ。音声解析、発言の信頼性 83%。 待ってますからね。まあ、しばらく籠城してれば諦めるでしょう。最悪、退治されましたって伝えてもらうとか。そうと決まれば物資をポチって、受け取りはズンダモンにお願いしましょう。ひまり姉さん、いっぱい段ボール届いてるのだ。何かあったのだ。ちょっといろいろありましてね、すぐに戻らないといけなくて。ワゴンに積み込むのだ。手伝うのだ。お、結構重いのだ。ふう、これだけあれば2週間は持つでしょう。勝った。フラグ艦、お風呂入ってきましょう。グフ、意外とドジっ子ですね。私が保護者のように見てあげないと。ふい、歌の一つでも歌いたい気分ですね。トルヒーヨの春日まで行きませんか。はい。